こんにちは。こんにちは。渡辺りさです。9キロ太った私でもちょっとちゃんとしないといけない日があるので、本気のオンオフを動画にしたいと思います。ケバイママどう今日？キモい。え？キモい。絶対に顔がでかいけん、もう前髪を作ってちっちゃくする。ママ見て、なんて、お話したの？うん。可愛くなったの？まだほっぺやるの。ほっぺやるの？ちゃんと可愛くするんよ。うん。目が見えないからカラコンを入れたいと思います。はい、どうぞ。ありがとう。もう鏡とかなくても入れれるようになっちゃった。見えた。洗顔シートで拭いていく。トイレ行くの？うん。分かった。トイレトレーニングをねしてるんですけど、順調に頑張ってます。お利口だと思う。ちょうちょ結構成功します。トイレ行ったらマジ妊娠してから9キロ、9から10キロぐらい太ったけど、マジでメイクしても漏れなくて、気分も上がんなくてしんどいね。なんかだって5キロ痩せただけでも結構違うじゃん。10キロ太ってんだよ。 OK。 コンシーラー。生まれつきクマはあるけど、なんかちょっとしつこいクマになってきた気がする。この窓の前で自然光でメイクするの結構ハマってて、実際違うじゃん、やっぱ外の光と。自然光でやった方がいい気がする。眉毛、もう前髪作る気見えんかもしれんけど、まあ気持ちいい。1から数えてみて、1って1の次は2345でしょ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 7。え、一番大きいの7って。よいしょ。ちょっとずつ盛るから、この時点で心配しなくても大丈夫、何の問題もない。多分イエベなので、オレンジとか黄色とか茶色とかしか使わないですね。よし、大事なところをします。マジに漏れない。イライラする。よし、よっしゃ。大丈夫かな、漏れるかな。一緒に一路やし、思い出やけどさ、普通に太りすぎて、まあ、絶対漏れんのんよ。漏れんのんよ。待って、鼻筋かくときに絶対鼻アクションが出る。すぐ痛い。最近この下にちょっとだけ影を入れる。効果あるかは分からん。トーンしたらダメよ。トーンしたらダメ。
とケバいかな。ケバいかな。ケバい。ママどう今日。ケバい。え、キモい。え、キモい。無理だ。マジ太ってたらもうマジこんなにも漏れないもんね。マジで痩せようって思うよね。チークなんかさ、痩せとる時してなかった気がするもん。わかる？この感じ。ブスなんですけど。でもメイクはもうこれ以上ちょっと改善の余地はないみたいなので、メイクは終わり。絶対に顔がでかいけん、もう前髪を作ってちっちゃくする。ボッサボサ。ライオンみたい。OKOKOK、いいよ。いいよいいよ。前髪なんか長くね？なんか長いのもあるし気になる。女子あるあるだよね。なんか毎日前髪切ってるみたい。うん、こんぐらいじゃん。ここまで地毛なの。これこれ地毛。2年伸ばしてて、これしかも2年前はここ、2年伸ばしてここ、2年伸ばしてこれだけ。ブリーチでとかしてたところがなくなってくるから、もうそろそろ伸び始めるよって言われたけど、伸びてきても下からちぎれていくの。だからなんかこう長さが出ない。伸びてるんだけど長さが変わらない。ブリーチと宿毛とかを繰り返しやったけん、今はめちゃくちゃいたわってる方だと思う。気をつけて。なんかちっちゃい頃はくるくるの、もう縦巻きくるくる パーマみたいな癖っ毛だったんやけど、生理来てマジで変わって、うねうねのうねボーンみたいな、うねボーンみたいな感じの癖っ毛になっちゃって、ちょっとやばいので、普通に根元からもうめちゃくちゃ丁寧にアイロンをかけていきます。ボリューミーになっちゃうんだよねこの癖毛ね。でもマジでちっちゃい頃はなんかもっと違うこんな感じ。マジで本当に嘘じゃない。どうですか、どう、ちょっとは可愛くなれた？毛がついてます。毛最低。しょうちゃん行くよって。しょうちゃん行くよ。どんな虫？